おはようございます。今週も人間をやります。で、僕あの先週はこのメガネを変えたんですよ。で、まあ、フィッティングもしてもらったんですけど、あのちょっとこの鼻当てのところがねめちゃくちゃ強くて、あの跡が残るぐらいなんですよ。で、結構この辺痛いんで、今日もう一回ねあのここ調整いきたいと思います。はい、あのメガネのね調整してもらって、この鼻の部分をちょっと緩めてもらいました。で、あの今からあの作業するんで、それでねまたあの痛くなったらあのメガネ屋行きたいと思います。あともう一回だけね、メガネの調整してきます。今日の昼ご飯は焼き芋です。今日はね、まだこれ1食目なんですよ。あ、ナッツは食べたわ。あの今から皮膚科に行ってきます。あのここ最近ほんまにあのニキビがひどくてですね、まあ、多分あのバターが原因なんで、あの先週の土曜日からあのバター抜いてるんですけど、あのかなり悪化してるんでね、あのまたあの皮膚科行きたいと思います。また今日から4日連続鍋食べます。締めです。あ、眠たい。今日の昼はね、あの玄米と、まあ、納豆とか食べたいと思います。あの今玄米バタースープ食べれないんで、まあ、という感じでバター抜いてるんで、こういう溝って普段掃除することないんで、はい、溝もねめっちゃ綺麗になりました。もうここの溝とかもね結構あのホコリまみれだったんですけどね、まあ、めっちゃ綺麗になりましたね。やっぱりここがねちょっと痛い気がすんねんな。てかだって前のメガネとこれ全然角度ちゃうもんな。うん、もう一回行こうかな。というかね、もうシンプルに目の乾きやばい。めっちゃドライアイやねんけど。もうせっかくねあのメガネも変えたことやし、これを機にねちょっとあの眼科にも行きたいと思います。もうね何年行ってないかわからんわ。はい、久しぶりにねあの眼科に行ってきました。あの久しぶりに眼科行ったんですけど、めっちゃ怖かったんけど、眼科ってあの診察室が暗くてね、でまあそれはいいんですけど、なんかこう目に光当てたりとかめっちゃ怖かったわ。目開けてられんかったもん。で、目薬ね、まあ、2種類もらいました。まあドライアイっていうのもあるんですけど、なんかアレルギー性のなんか炎症とかもしてるみたいですね。まあというかもう僕結構前からなんですけど、あのちょいちょい目がね、まあ、充血したりとかしてたんですよね。まあ歯もなんですけど、やっぱり目も大切なんでね、まあ、ちゃんと行った方がいいなと、まあ、思いましたね。
目の乾きの嫌なところってなんか乾いてると目開けられへんからこう目閉じるんですよね。そしたら眠たくなってそのまま寝てしまうっていう、まあ、こういう連鎖があるんでね。ああ目が乾いてきた。最近はよくね、あのポケモンのローファイミックスのね BGM 聴いたりしてますね。今日はあのガイパのね、まあ、ローファイミックス。うまい、うますぎる。はいはい、これですよ、タンタンゴマダメの音。今日はもうあのボイシー撮ってるんですけど、あの2本目ね、あの撮ろうかなと思ってます。明日仕事なんで、あの仕事の後にね、撮るの嫌なんですよね。で、あの夜に更新すると、こうアドレナリンが出て、あのなんか眠気がね、めっちゃなくなるんですよ。すいません、あの今日一日中ね、あのこのニキビの薬を塗ってたんですけど、まあ、これがあのリアルの姿っていうことで、ね、あのこれをここに2つね、うん、あとはここか。4つもできちゃったんですけど、薬また塗ります。ほんまね、ニキビって治るからな、まあ、治ってからもね、あのしばらくちょっとバターをやめます。明日のおにぎり、よし、寝ます。おやすみ。明日電気つけたな。おはようございます。はい、仕事行ってきます。はい、仕事終わって帰ってきました。お疲れ様です。でちょっと寒いんでね、このあごだしスープ飲みたいと思います。マジであごだししか入れんとくわ、まあ、これだけでもね絶対うまい。うまい、もう完全にね、これあれはお吸い物です。30分寝ようと思っただけやのにめっちゃ寝んねんけど、30分寝ようと思っただけやのに余裕で1時間超えてんねんけど。途中まで飲んで保温してたお吸い物です。まだめっちゃあったかい。今日もこれです。もはやなんかこれを食べるためにね、タンタンごま鍋食べてるみたいなとこあるんで。よし、育成やったしちょっとだけランクもやろう。ランクもやってたら腹減ってきたんでマクドいっちゃいましたね。三角チョコパイがある時期っていうのはね、ついついマクドいっちゃいますね。ほんまうまいねんな。でもあったかいチョコとかっていうのがね、めっちゃ欲しいよね。あったかいチョコとかね、好きなんですよね。なんか肉まんのなんかチョコまんとかあんまんとか好きなんですよ。今季あんまんまだ食ってないんでね、食いたいな。気持ちいい。はぁ、やっぱりお湯使うのええな。昨日お湯使わんかったら足冷えすぎて寝るまですごい時間かかってんな。今週毎日いい天気やな。外出て久しぶりにね、だしと入り玄米だけのスープ、あのこれね、もうお茶漬けみたいでうまいんですよね。はい、今からの散歩に行きたいと思います。
ちょいちょいね、葉っぱが赤いですね。指動かんやろ、こんな二人でやって巨獣山。いやー、ドライアイ専用の目薬さしてから目が全然乾かへんわ。ドラゴン桜読んでたわ。おはようございます。仕事を行ってきます。はい、仕事終わりました。よし、3桁乗った。味噌汁作ろうと思ったけど、また出汁買うの忘れてた。このあご出汁でいきます。これでお吸い物や。調子上がってきてるね。おめでとうございます。はい、仕事行ってきます。はい、帰ってきました。はい、白だし、これでやっと味噌汁が飲めるわ。もう一回メガネ屋行こっかな。やっぱりね、ここちょっと痛いんですよね。仕事中何回もメガネ外してて、やっぱりフィッティングっていうのはね、まあ、もう服のサイズ感ぐらい重要なんで。はい、かなり微調整してきました。もうこれでまた痛くなったら、もうね、シリコンつけるしかないですね。マジで鼻痛い。メガネかけられへん、痛すぎて。これ明日になっても痛いままやったらちょっともう無理かもしれへんな。もマジでこの痛みがもうずっと続くようやったら、またメガネ変えるかもしれないですね。この鼻当てのところをね、シリコンにするのはね、もうちょっとデザイン的にダサすぎる。マシになるといいですね。って感じで、今週はね、まあ、ほとんど何もしなかったですね。まあ、家にほとんどいたって感じで。ただまあ、ボイシーはね、まあ、4回更新できたからはいいかなと思ってます。もうちょいでね、配信100回ですよ。まあ、引き続きね、やっていきたいと思います。というわけで、今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。